いつまでも休んでられないわね。やったありえないわ。何かの間違いでしょ。てグリソソンゲそこ邪魔よもらったてやっとそら味わいだそこ邪魔よほらほらアジコちゃんそこクライネスそこほら虫きそらそこ邪魔よさあこじょうじわありえないわ何かの間違いでしょグリソソンゲてへっそら邪魔よほらくたばりなさいくらいなさいほらほらくたばりなさい無意識お上手そら味わいだお上手ほら50個も突破そこほらくらいなさい お念にしてだお上手ほらほら邪魔よほらくたばりなさいドライブ小春さあ100コンボ突破無意識ほらここまでやるかよ虫けらやそこくらいなさいお上手やそこさあ虫けら小賢しいわありえないわ何かの間違いでしょグリソソンゲてそらほらもらった味わいだそこほら虫切りほら味わいだくらいなさい虫切りお上手やっそらほらいたぶってあげる50個ぶんそこお上ほらおねんねしてだしつこいわよさっそらうわドライブ小春てれあっお嬢ほらそこ100個くらいなさいしつこいわよここまでやると小賢しいわてそこそこほらたてそこそらそらそこほら虫しきらドライブ小春ほらそらほ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 ら虫けらほらほらそこドライブバイオラさんそらほらこれで終わりよ邪魔よその子がほらくたばりなさい200コンボ突破これで終わりよお嬢ほらほらそら味わいだ
味わいな。くたばりなさい。おら、おねんねしてた。そこ、しつこいわよ。そこ300コンボ突破。やっ、そら、しつこいわよ。そら、うん、そこ、そこが、お上手。たあ、ほら、いいね。やっ、お上手。たあ、てそこ、そら、うん、ほら、てやっ、ほら、でほら、お上手。そこ、ほら、たそら、ほら、お上手。コネクト。そこ、でほら、コネクト。やっ、ほら、えいへっ、やっ、ほら、邪魔よ。実に見事な戦いっぷりね。ガオー、そこ、そら、ほら、しつこいわよ。ガオー、コネクト。お嬢さま、ご主君、無意識せい、お嬢さま、ドライブ、今回だけだから。そこ、ほら、しつこいわよ。ほら、くたばりなさい。100個も突破。ほら、コネクト。
また一つ女に磨きがかかったわ。いい感じね。私が最強になる日も近いわ。ご指導ありがとうございました。嘘だろ、後期生の奴らはどうなってやがるんだ。俺たちは指針だ、神なんだぜ。気になさらないでください。私の方が強かった、ただそれだけなのですから。わざわざとどめを刺さなくてもいいでしょうに。私は事実を述べただけですが。自覚がないってんだから怖いわね、本当に。まったくだわ、本当に恐ろしい子。あら理事長、どこに隠れてたんです？こっちもいろいろと忙しくてに。さて月影さん、あなたが新しい神になるというお話ですが、本気なの？私の提案に何か問題が？いいえ、確かにあなたの実力なら指針を従えるのにふさわしいでしょう。おいおい、本気か理事長、ガキに従えっていうのか？ええ、彼女の実力は本物よ。それは戦ったあなたたちがよくわかっているでしょ。確かに俺たちが負けたのは事実だ。この島では勝者こそが全て。というわけで月影さんには新たな神となって指針を従えてもらいます。ただそのためには岬まで来てもらう必要があるわ。岬ですか？そこに VR エネルギーの集積施設があります。その施設こそ新たな神を生み出すための儀式の場なの。わかりました、岬に向かいます。そこに寝ているクズリュウさんと満腹丸さんも連れて行ってね。ちょっと、なんでこの二人まで連れて行く必要があるのよ。もちろん月影さん、いいえ、五体目の神であるキリンの中に取り込むためです。なるほど。では岬に向かってください。私もすぐに行きます。リンカさんやご帰省たちも岬に集結しているようです。月影さんには早速新たな神として仕事をしてもらいましょう。仕事ですか？ええ、この島を守るという仕事をね。ここが目的の場所、間違いないよ。早く VR エネルギーを集めている装置を壊さないと。待ちなさい、グンダリ先生。とうとう来てしまったのですね、この場所まで。私がここにたどり着けたのはみんなが力を貸してくれたからです。私、この島を、私たちの未来を解放しなきゃ。そんなことをさせると思っているのですか？この島を出た先に待つのは地獄。なぜそれがわからないのです？研究材料として細胞の一辺まで切り刻まれ、試験管の中で培養されながら生きたいのですか？それとも、兵器として改造され、戦場で誰ともわからない相手を殺し続けたいのですか？あなたたちは、そんな未来を望むのですか？私たちと一つになって、時を止めれば、そんな未来を避けることができるのです。いつかは、V ウイルスの治療法が見つかるでしょう。その時こそ、私たちは、未来を勝ち取ったと言えるのです。これが最後の忠告です。私は、あなたたちを傷つけたくはありません。おとなしく、私たちと一つになりなさい。私、いろんな人の話を聞いて、いっぱい考えました。みんなの幸せのために、どうすることが正しいのか。ああ。もう、私の答えは決まっているんです。いくら病気が治ったって。それが100年後の世界じゃ意味なんてない。家族も友達も
誰もいない世界に幸せなんてないんです。こんなの私たちの未来と先生たちの今を奪ってるだけです。私たちの今、これが一番いい方法だなんて先生たちも思っていないんでしょ。自分が正しかったかどうか迷いながら苦しみながら永遠の時を生きるなんて。越後屋から聞いたのですね。そんなシステムは間違ってる。私は自分の未来を先生たちに押し付けるつもりなんてないの。だから私たちは自分の望む未来をこの手に掴むために戦います。どうしても分かってもらえないようですね。もう私は迷わないって決めたんです。ならば私たちの全力を持って止めてみせましょう。私たち、どうやら間に合ったようだな。ここからは私たち私心すべてがお相手させていただきますわ。我らはこの島の守護神、敗北は許されないのである。月影さんにバイオラさん、あなたたちはそこで見ていなさい。私たちの決意のほどを。月影、バイオラ、なんだ結局自分たちで戦うんじゃない。見せてもらいましょう、指針の守護神としての意地というものを。二人がここにいるってことは、ももちゃんと満腹丸ちゃんは一緒に連れてきたわ。まだ眠ってるけどね。ももちゃん、満腹丸ちゃん、二人に何をした。ご心配なく、ただ眠っているだけです。彼女たちにもこの戦いの結末を見届ける権利があるはず。そのエネルギー収束装置は神を生み出すために作られた祭壇なのです。新たなる神であるキリンを生み出すためにも破壊されるわけにはいきません。新たなる神、まさか。リンカさん、あなたが未来を変えられなければ今のシステムを引き継ぐものが必要です。小春ちゃん、そんなのって。戦いなさい、負けてもいいんです。ヴァルキリーの未来も先生方の苦しみも全部まとめて私が引き受けます。新しい神キリンとして。負けるもんか、私は絶対に負けない。月影、そこで待ってなさいよ。先生たちを倒したら一発殴る。やるよお姉ちゃん、私たちの未来のために見せてやろうよ、神楽坂姉妹の。うん、ヴァルキリーの絆の強さを。ヴァルキリーの未来を守るためにヴァルキリーと戦わなければならないとは、なんという皮肉な運命。天が私たちの決意を試しているのでしょうか。ですが、あの日以来流し続けた血の涙もすでに枯れてしまった。迷いも苦しみも許されないのです。覚悟はいいですか。では身をもって我々の決意を思い知りなさい。私たちの物語。